ロベルト・オスーナ・キンテイロは、メキシコのシナロア・シューフ・フアン・ホセリオス出身のプロ野球選手。ウトウ・ミギウチ。メキシカンリーグのメキシコシティレット・デビルズ所属。愛称は、リトル・キャノン、ノー・パニック。オジのアントニオも、ロサンゼルス・ドジャースなどに所属した元メジャーリーガーである。2011年にメキシカンリーグのメキシコシティレット・デビルズでプロデビューした。 トロントブルージェイズ時代2011年8月にトロントブルージェイズと契約した。2012年に参加のアパラチアンリーグのルーキー級ブルーフィールドブルージェイズでマイナーリーグデビューし A-9 バンクーバーカナディアンズでもプレーした。2013年は1月に MLB 公式サイトが選ぶプロスペクトランキングで90位にランクされた。シーズンでは A 級 ランシングラグナッツで5月上旬まで20試合に登板して3勝5敗、防御率5.53の成績を残したが、直後にトミー・ジョン手術を受けることになり、以降を棒に振った。2014年はリハビリから始まり、7月にルーキー級、ガルフ・コーストリーグ・ブルージェイズで復帰した。その後、A 級団イーデン・ブルージェイズでも投げ、2球団合計で8試合に登板して0勝2敗。 防御率6.26、32奪三振を記録した。2015年はスプリングトレーニング時は招待選手だったが、開幕はメジャーの25人枠で迎えた。開幕2戦目の4月8日のニューヨークヤンキース戦でメジャーデビューし0.2回を無失点に抑えた。5月18日のロサンゼルスエンゼルス戦では初勝利。 6月22日のタンパベイレーズ戦では、初セーブを挙げ、夏場にはクローザーで起用されるようになった。その後は、若干20歳にして、クローザーの役割を、全うし、68試合に投げて20セーブをマーク。勝敗の数こそ大きく負け越したものの、防御率は2.58という高数値だった。2016年も引き続きクローザーの役割を務め、 前年を上回る72試合に登板した。防御率2.68、ホイップ0.93という高数値のほか、脱三振率10.0では、ルーキーイヤーの値を更新した。アメリカンリーグ6位となる36セーブを挙げ、チームのプレーオフ進出に多大な貢献をした。2017年開幕前の2月8日に第4回、ワールドベースボールクラシックのメキシコ代表に、 選出された。シーズンでは不安障害を発症して6月23日に当番を回避したが、25日には復帰し、7月4日に6月の月間最優秀中継投手賞を受賞した。最終的には初めてオールスターに選出され、アリーグ2位の39セーブを記録と、3年連続でクローザーの役割を務め上げた。2018年5月8日に女性に対する、 暴力容疑でトロント警察に逮捕された。これを重く見た球団は6月22日、5月8日から、起算しての75試合の出場停止処分が発表された。2018年7月30日に、ケンジャイルズ、デビッド・ポーリーのヘクター・ペレスとのトレードでヒューストン・アストロズへ移籍した。移籍後もクローザーを任され、23試合で2勝2敗12、セーブ。 防御率1.99を記録した。この年は結局出場停止の影響で38試合当番にとどまった。2020年オフの10月30日に FA となった。2021年5月11日にプロとしてのキャリアをスタートさせたメキシカンリーグのメキシコシティレットデビルズと契約した。オーバースローから最速99.4マイルパワー。 平均96マイルパーアワーのフォーシームを中心に、平均86マイルパーアワーのスライダー、平均83マイルパーアワーのチェンジアップ、平均95マイルパーアワーのツーシーム、平均89マイルパーアワーのカッターなどを使用する。メジャー通算の FB% が約47%と高くフライボールピッチャーである。オスウナが試合を抑えることをオスウナマタタと称される。 ありがとうございます。